1. 1南岳 2. 南岳小屋 3. 大キレット最低標高部 4. 長谷川ピーク 5. 栄の残る 6. 日田泣き 7. 北穂高小屋 8. 北穂高岳大キレットは、長野県、岐阜県境の南岳と北穂高岳の間にある、V 字状に切れ込んだ岩両体、またはその地を表す地名である。八方キレット、吹きキレットと共に三大キレットの一つとされる。 この重装ルートは野生対話量が連続し、長谷川ピークや、ひだ泣きといった難所が点在し、国内屈指の難易度を誇るルートと言われる。キレットとは、漢字で、キリドと書き、外国語ではなく、日本語である。近年、関係者の尽力により足場などの設置が施され、以前に比べて、危険度は減少している。それでも毎年数名の死亡者と多数の負傷者が出ており、 国内の一般登山ルートとしては、今なお最高難度のルートの一つで、一般道に指定されているルート中では、日本最難関とされ、新州山のグレーディング表でも最難関に指定されている。上高地より、穂高連邦、大ーキレットを越えて、槍ヶ岳に至るルートは、アルピーニスト憧れのコースとも言う。オキレットの通過自体にも3から4時間かかるが、両端にある北ホタ岳。 南だけに登るだけでも、急登で追日ちかかることも、大きい列島を困難なものにしている。有効なエスケープルートはないので、天候の悪化には、注意を要するより元や降りるルートが存在するが、バリエーションであり、むしろ難易度は高くなる。すれ違うことも難しいという言われ方をすることがあるが、すべての箇所がナイフリッチになっているわけではないため、互いに融通すれば、 相互通行は可能であるが、混雑時には通行に時間がかかることがある。また、高校の山岳系の部活動などで行ってはいけないルートとして、大キレットを指定している県もある。飛騨川には樹木がほとんど生えていないが、新州側は低木があり、多少なだらかなため、滑落時の生存率は新州側の方が高いと言われる。長谷川ピークの名称は昭和時代に、 道書付近で滑落して救助された、厚生大学の学生に由来し、H ピークと岩にペイントされている。長谷川ピークより南側にある難所で、切れ落ちた岩にステップが設置されるだけ区間。特に、飛騨川へ落ちるとほぼ助からないため、この名前が付けられた。ありがとうございます。